古谷茂綱は、大正、昭和初期の外交官。古谷綱竹と古谷綱正は子息。愛媛県東上郡、あ間村に古谷綱則の次男として生まれた。同志社を卒業後、米国ミシガン大学に学ぶ。国民新聞社勤務を経て、1902年に外交官を及び領事官試験に合格した。外務省通商局長、メキシコ駐在。 アルゼンチン県ウルグアイ県パラグアイの特命全権講師等を歴任。アルゼンチンではよく在留邦人の世話をし、平民講師として親しまれた。1928年、カゴ自死、ブラジルに移住した。ブラジルでは80アルケールスの大農場にコーヒー栽培、養蚕等を経営。この営農資金協力者には、 愛媛出身の村井森方、佐々木長春等が含まれていた。古谷は移住者の近異帰国の風潮には反対で永住的移住の考えを進めた。彼はまた、社会事業等にも、人力、同人会理事長、在白日本人文化協会長、日本病院建設委員会委員長、サンパウロ教育普及会長、サンパウロ大学講師等、多方面にわたっている。 太平洋戦争後は、認識派の立場で、在留法人を、指導。1946年、新連特攻隊に襲われたが難を逃れたこともあった。1967年、91歳で死去。君に当局日、重光明を送られた。ありがとうございます。